晴れた日はお日様の匂いがすること、風が歌を運んでくれること、心置きなく深呼吸ができること、時々は不思議なことが起こってもいいかな。私が知っている私の隠れが、この世界にそんな場所があるって今でも私は信じてる。昔々この湖には一羽の白鳥が暮らしていて、今まで誰も愛したことのない王子様が彼女を永遠に愛すと誓ってくれたならば人間に戻れるという、そんなおとぎ話を聞いたことがある。しかし、いつの間にか白鳥はこの湖での暮らしが忘れられなくなり、再び人間の世界に戻って王子と結ばれることが幸せなのかしら。私はこの白い羽にくるまれて夢を見ていれば十分じゃないかしら、と深い眠りの中に落ちていく。冷たい水のささやきは、ただ彼女の体をゆりかごのように包むだけで、夢は決して覚めることがない。物語の結末はいくつもあって、ある人は愛の力が呪いを打ち砕いたといい、ある人はついに二人は結ばれなかった
という。でももしかしたらそれはすべて涼やかな湖の風に抱かれて眠る私の夢かもしれず、夢から覚めた私はまだ高い位置にあるお日様を見上げると帰り道を急いだ。私の部屋の静けさを満たすクレパスの懐かしい匂い、記憶に指で触れる時間の止まった午後、それはまるで夢の中に佇む思い出の場所のように、何もかもが静やかで穏やかで、光だけがせわしなく乱反射のリズムを奏でている。私の見つめている風景は過去？今？それとも幻？穏やかすぎるこんな午後にこそ、事件は突然始まりを告げる。諸君、はじめまして。私の名前はマオロック・ホームズ。とある穏やかな午後、謎の失踪を遂げたというある女性を探して私はこの町へとやってきた。異国での捜査が難航を極め、かのスコットランドヤードの警部たちもサジを投げる有様。証人たちは黙して語らず、手がかりは女性のキャンパスに描かれたこの倉庫街の風景とたった一枚の写真。おっと、何やらよからぬ人物までこの事件の匂いを嗅ぎつけてきたようだ。それではここで諸君の挑戦だ。あの不幸な囚われの女性がどこにいるかお分かりになったかな？ヒント、夢は国際派女優。しまった、見破られては仕方がない。
るのはこちら、私の好きなピザです。ではですね、まず生地にこちらのピザソースをかけていきたいと思います。でまあちょっとはみ出しつつ、いやでもトマトってピザソースって多い方が美味しいですよね。ですよね。なら全部使って入れちゃって、ちょっとでは全部使わせてもらいました。次はチーズの方をね、私がチーズが大好きなのでちょっと多めに入れさせてもらいます。よいしょ、どうです、ちょっと、でもちょっとこれでもちょっと美味しそうに見えてきません？で、ここからこちらのエビとベーコンとオクラを入れてまいりたいと思います。コーヒーを取って、ちょっとエビさん凍ってるじゃないですか。よいしょ、抜けました。いや、円に見えた方が美味しそうにはこう色のアクセントにね、美味しくなる、美味しくなる。よし、位置はこんな感じでいいかな。ね、ちゃんと1枚ずつどの種類も入ってないな。ベーコンが1枚入ってないけど、まあそこは一生懸命作ったんで免じてということで、できましたよ。ほっ、ということで今からこの今作った美味しそうなピザを焼いていきたいと思います。220度で7分、ということで7分後には美味しいピザが出来上がってると思います。ふぅー、ということでスタート。よいしょ、おいしくない？ちょっとでも、いや、焦げ色がついてきたし、あ、生地の方もパリッとできてる。ということで、今から取り出していきたいと思います。お、よいしょ、わー、美味しそう。お、あーしゃー、できました。食べたい、美味しそう。ほら、エビさんもねプリッとしてていい感じやないですか。じゃあ
し上がれ。10代にやり残したこと、なんだろうな。友達と一緒にキャンプというか、なんだろう、よくアニメとかであるこうマシュマロを焚き火で焼いてみんなで星見ながら語ってっていうことを、虫が嫌いでしてなかったのでそれをちょっとしたかったかな。川に行ったり、川に行って遊んだり、なんだろう、で、水かけ合ってキャッキャキャッキャ言ったり、で、夜は焚き火をこうポツポツしながら、いろいろ、ね、どうだった今までみたいなことをちょっとみんなで語りながら、あとはみんなでこう、なんだろう、川の字じゃなくて頭でみんな中心に集めながらお星様の話をしたりとかしたかったですね。まだやろうと思うとできるのかな。10代最後なんで、それがやりたいことですね。東京の一人暮らし、一人暮らしがすっごい楽しみな部分もあり、でもちょっと不安な部分もありがあって上京してきたんですけど、引っ越してきた時はすっごいホームシックで寂しくて、もう一日親子の通話料無料なのをいいことに2時間3時間はずっと毎日電話してました。最初の頃は1ヶ月ぐらい、気づいたら2時間3時間行ってて、でもお母さんと喋りたいから別にいいかなっていうことがあったり、ちょっとのなんかハプニングとか発見でもすぐ写真撮ってお母さんに連絡とか、帰りも自転車やと電話できひんから歩きにして、歩きながらお母さんと今日撮影あったこととか喋りながら、お母さんも今日あった出来事とか聞きながら、すごいあれですね、帰ってたりしてました。楽しいのが休みの日のご飯を作るのにスーパーに行くんですけど、すっごい安い人の特売日みたいな、お肉何グラム何十円とかいうのにこう行ったり、冷凍食品半額の日に絶対に買うとか、そういうちょっと主婦魂もちょっと極めていこうかと思っていて、冷凍できるものは全て冷凍して日付もちゃんと書いといてみたいな感じで、そういう自分で考えて3日後4日後のこととか考えてとか、あと光熱費のこと考えてとかいうのをやったことがなかったので、すっごい楽しいです。はい、潮風に紛れてくささやく誰かの声、巡り合うなんて言葉はこんな時に使うものなのかしら。ねえ、もう少しここにいよう。低くうなる波の音が雨の気配を告げているから。低気圧と胸騒ぎ、潮の満ち引き、月の満ち欠け、引力に引き寄せられる私の体。Thank you.
誰もいない海には幼かった頃の私のはしゃぎ声だけがこだましていた。波打ち際でステップを踏んで10代最後の夏に別れを告げる。
Here we go!皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私の名前はスノーガール、人呼んで雪女です。今日は皆様に私の体験した身の毛もよだつ恐怖を、それはある夏の暑い日のことでした。ちょっとあなた、いきなり何をするんですか。必死の抵抗も虚しく、男が指さしたのは節電中の文字でした。確かに電気代は払ってないけど、何よ、出てけばええんやろ。あかん、暑い。やっぱり私このままやと溶けてしまうわ。数百年間暮らした場所を追い出され、身寄りもない私は、とりあえず藁をもつかむ思いで、なんとか暑さをしのぐ方法を考えたのです。チリンチリン、あ、気のせいか少し涼しなったような気がする。涼しい、涼しい。いや、暑い。そうや、きっとこの長い髪があかんねん。数百年伸ばした自慢の黒髪やけど、まあこうなったらしゃあないわ。何？何？いや、暑い。あかん、ブロー作戦は失敗や。次なるは自分でカット大作戦。ああ、ちょっともったいない気もするけど、これも宿命と諦めよう。ほっ、えいよっ、もうちょっといっとこうかな。お、なんか軽い。いやー、ちょっと私
イケてるんとちゃう？なあ、そう思わへん？エベスさん、髪を切って気分まで軽くなった私は、雪女からすっかり夏女になってしまったのです。今度は冬が来るのがちょっと怖い私、サマーガールでした。